ワンピースが大好きな神木です。皆さん見ました？99巻の表紙の制作過程動画が出ましたよ。 Twitter、LINE、Instagram 出てますので、ぜひ皆さんそっちをチェックしてみてください。むちゃくちゃすごかったんですよ。今までね、いろいろワンピースのこう単行本ってこう繋がってるやつとかも出てきてたんですよね。例えばですね、まあ皆さんよく覚えてるのはこれ21巻、22巻ですよね。これですね、こうやって合わせるとバロックワークスとムギアラの一味がですねこう並ぶっていうのとか、他にもですね、やべえ興奮してる、これですね、 NS ロビンの時もそうですよね。これ違う、これ違う、いいです、 NS ロビンの時もあります。で、この時もありましたね。これも一応つながる表紙になるんですかね。2巻ずつはあったんですけど、なんと99巻、100巻、101巻でつながるらしいですよ。やばくないですか、本当に。今までね、3巻つながるっていうのはないんですよ、単行本で。で、ジャンプの表紙ではストロングワールドの時に、この絵がですね、3分割されて、3週にわたってジャンプの表紙を飾ったっていう時あったんですけど、単行本では初なんですね。皆さん見ましたか ?99 巻。これですよ、これ。ちょっとインスタとかの画像載せれないので、自分で書きましたけど、まあタイトルがあって、一番後ろにでっかく書かれてるのはビッグマムですね。で、ジンベエとチョッパー、ウソップ、ロビンが載ってるわけなんですよ。で、これとあと2つ並んで繋がる表紙っていうことで、これ単体でもめちゃくちゃかっこいいんですよ。いや、ほんと見てない方見てください。めちゃくちゃかっこいいです。概要欄に貼っときますので、ぜひ飛んで見に行ってみてください。で、こういった感じなんですよね。で、こっから繋がるっていうと、皆さんどんな感じだと思います？100巻と101巻ですね、ちょっと予想してみました。もちろんですね、僕100巻はルフィが来ると思うんですよ。101巻にですね来る可能性もあると思うんですけど、 やっぱりですね、100巻パーリーってですね、小田さんが前単行本の作者コメントで言ってたぐらいなので、100巻はですねやっぱ特別なものになると思うんで、ルフィ単体でこれ来るんじゃないかなと思うんですよね。なんで今回、まあこれですね、ビッグマムとジンベエ、チョッパー、ウソップ、ロビンが描かれたんで、100巻はルフィ単体一人で来るんじゃないかなと思います。でっかいルフィがですね、こうなんか戦ってるようなかっこいいルフィが描かれて、そして101巻で、まあ、残りのゾロ、ナミ、サンジ、ブルク、そしてカイドウが来るんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうですかね。皆さんもちょっとですね、予想いろいろあると思うんで、コメント欄に書いていってください。で、まあね、キッドとかローも今活躍してますので、どこかにね入ってきても熱いですよね。ただ99巻に書かれてないので、ここにですねちょっと挟まれるかどうかっていうのは分かんないですよね。で、またあと他の4校ですね、シャンクスとか黒ひげがどっかに、ここに書かれる可能性ももちろんありますよね。で、これだとですね、まあ、ロビンのですね、ちょっと見えてない部分が載ったりとか、ビッグマムのこの天候ですよね。天候を操ってるので、その雷とかがですね、こっちにこう派生してきたりとか、カイドウのですね、棍棒みたいなのが、金棒がこっちにこう描かれとか、描かれてこう出てきたりとかするのかなと思うんですけど、たまらなくないですか？もう。むちゃくちゃ興奮するんですけど。はい、皆さんのですねちょっと予想を書いていってください。たった今出たんですよ、6時10分ぐらいに出て、もう今すぐ撮って、もうすぐ出そうと思って今書いてみました。いやー、もうこれかなりですね、複製原画もう当然なりますね。で、ポスターとかも絶対なりますね。楽しみですね。で、いよいよ100巻パーリーでね、なんか100巻パーリーするっていうのはもう分かってたんですけど、初めてなんかその100巻パーリーが来るぞっていうのをすごく実感できた、その制作過程動画でしたね。まあ本物っていうか最終これになりますよっていうのも、すぐ明かされると思います。あと2週間で発売なんですよ、99巻がですね。いつもこのもう2週間前には大体出てたので、最近の傾向で言うともうこれでいきますっていうもう確定のやつがですね出てたので、もう今日にもまた上がるかもしれませんので、ぜひですね公式さんの Twitter、LINE、Instagram をちょっとチェックしてみてください。もうね、昔はね、Amazon とか楽天のその商品ページでですね、大体明かされてたんですけど、もう今はですね、公式さんが一番に明かしてますので、まあ、公式のツイッターとかが一番早いかな、インスタとかですね、が早いですので、ぜひチェックしてみておいてください。もう僕、今日ね、99巻のその制作過程動画来ると思って、もうね、ずっと更新してましたからね、もうずっと見てました。あー、楽しみだったなー。そしたらやっぱりですね、期待以上のものは出してくれますね。もう本当に興奮しました。楽しかったなぁ。いやぁ、ちょっとまた見てみよう。皆さん、これね、最初はですね、99巻の、これツイッターで分かったんですけど、制作過程動画では、一番最初はですね、ビッグモブじゃないんですよ、99巻の表紙。カイドウと、ですね、ブルックとジンベイは確かに描かれているんですね。だから逆パターンって感じですね。101巻に持ってこようとしてたのを、99巻で最初は描こうとしてたのかなっていう、まあこの並びの予想が当たってたらですね、そんな感じなんですよ。まあ準備は残ってますけどね、やっぱりこうバランスを考えて描かれると思うんで、端っこが一番大きく描かれてみたいな
感じの構図になると思うんですけど、どうですかね。もうこれ考えるだけでもいくらでも話せますよね。はい、最初はジンベエ、あ、ジンベエってカイドウだったんですよ。いやー、たまらないなー。はーい、なんか99巻100巻101巻でつながるらしいです。たまらないですね、本当に。はい、皆さんの予想を書いていってください、本当。いやー、面白いわー、久々だなー、この3巻表紙。もしかしたらね、この98巻とつながるのかなっていうのが大方の見方だったんですよ。98巻が、まあ、麦わらの一味サイドなんで、で最初はね、この制作過程もあのカイドウが描かれてたんで、それが消されてるってことはもう麦わらの一味サイドが描かれたのかな。で99巻では、まあ、ビッグマムとかカイドウサイドの人たちがバーって描かれて、100巻で、まあ、麦わらの一味だけかなとか思ってたんですけど、まさか3巻つながる表紙ですよ。こんなすごい仕掛けをしてきてくれましたね、本当に。もうたまんないですね。はい、100巻に来てこんなことをしてくださるかっていうのがありますね。楽しみですね。ということで皆さんも100巻パーリーがですね、いよいよ迫ってきましたね。でその前にある99巻パーリーですね、僕たちから言うと、6月4日2週間後に来ますので、楽しみにしておきましょう。で99巻じゃなくて6月4日にはこの99巻以外にもですね、あのノベルシリーズですね、このノベルシリーズのビビとかですね、女の子たちのエピソードがですね、まあ、麦わらワンピースマガジンに載ったやつだと思うんですけど、それが発売されます。で帯でね、小田さんが書いてらっしゃるんですよね。それもめちゃくちゃいいコメントなんで、皆さん見てみてくださいということで、急遽撮ってみました。もうすぐ流します。すぐ流すからね、これ。チャンネル登録よろしくお願いします。